テイラー S2 ってやつだったな。ヤンマーテイラー S2？ うん、あの型式がここに、ここら辺に書いてあるんだけど、その名盤ですか。あ、これこれ。本当だ、うん、S2。 あ、本当だ、 S2 だ。これオリジナルエンジンは A2 らしいですね、ヤンマーのクーレーはね。あ、うん、これはシバウラが乗っちゃってるけどね、うん、いや、これ機械は良くて結構優秀なんだけども、あの当時のクーレーエンジンがあまり良くなかったらしくて、はあ、確かに言ってましたよ、うん、あのヤンマーの人が、うん、A2、A3、A4 はねあんまり良くなかったんだよって、あの、うん、機械屋さんが言ってました。できればオリジナルに戻したいなとは思うんだけども、なかなか高いエンジンだからね。そうですね、うん、これが希少じゃないですか。またこれが全部揃ってるとなかなかないんですよ。うちにもやっぱり昔同じのあったんだけども、うちにあったのはこれとこれと本体のセットだけだったんだけども、だいぶ前に処分しちゃって。シンプルですね。シンプルですよこれ。普通に歩きました。転がすだけはね。ただ自走をするまでは結構まだ手入れない。これエンジン、そうか、動かないか。うん、圧縮ないんですよこれ。スカスカになっちゃって。ああ、そうなんだ。多分バルブかなんか開きっぱなしになってるのかな。2桁台ってなかなかないんですよね。44号小型特殊のプレートができてから44番目に登録されたのがこの機械で、結構古いんですよね。2桁台ってなかなかないらしくて。あ、そうなんですね、うん、44番小型特殊。これ単体でだからナンバー申請もできるから。なるほどね。これはトレーラーも つくんかな。つきます。へえ。で、小型特殊のプレートもあるからナンバー申請もできるし。あれ？これトレーラーの？そうそうそう、うん、白書きですよね、これ。そうですね。みんなこれでやったんだ。白書きとロータリーと、ね、とこれがあの鳴らし版。あれ？これロータリー使えるん？うん、ロータリー。これロータリーで掘ることもできる。どういうこと？ロータリーどうやってつけるの？これただ車輪外してここだポンってつけるだけで、あとこう、 あ、そうかそうか、うん、あのちっちゃいカルチみたいにね。そっちか、うん、あ、なるほどな、うん、これはすごい深掘り効くんですね。深掘り効くよね。いいよ、うん、ただ人の方が重くてすごい疲れない。おお、ヤンマーテイラーだ。いやー、これ貴重だな。これ欲しい人いっぱいいるな、日本国中。いるですよ。いる。これをここに A2 をつけたいって人がいっぱいいるね。いると思いますよ。また A2 も役割価格がすごい高いから。そう、高いね今ね。高い。この補助輪をつけたままここへロータリーつけるんですかね。じゃなくて。そうなの。うん、あ、実際うちで昔使ってましたね。あ、そうですか、うん、使ったことがある、うん、畑掘るときやっぱりそれのロータリーつけて掘ってだったし、あと昔うち陸のトラクターしかなかったときに水田深くて入れないところなんかやっぱこれで白いしましたね。へえ、うん、地道な作業ですね。うん、まあ、だからこんだけ機械やっていろんな、まあ困らずいろいろ作業できるけど、昔はね、やっぱそういうこともしましたもんね。昔っつっても、俺が幼かった頃だから俺がやったわけじゃないんだけど。あそこに見えるのは参考ディーゼルだ、これ。参考ですよね。マフラーが参考だ、うん、ヤンマーじゃないや、これ。コッパー壊れたらしくて、ここに名盤ついてますから。あ、SP2 だ。うん。ああ、直せばこれいいじゃない。ここの分だから、なんか面白いつけようかなと思って。がありますね。ヤンマーの S2 か。
思わぬ出会いがありました。